ロコとはナスカ唐辛子族に属する植物。主に南米のアンデス地方で作られている唐辛子の一種である。花は紫色。果実は丸い形状をしており、見た目は小型のピーマンのようである。熟すと赤や黄色になる。果肉は極めて辛い。種はさらに辛く、種まで食べるのはよほど辛いものが好きな人だけである。 他の唐辛子属の植物とは異なり、種子が黒いのが特徴。種商業は、毛が生えたという意味で、茎や葉が柔らかい毛で覆われているため、アンデスの山間部が主な産地である。気温が18から20度程度で、比較的乾燥している場所が生育に適している。インカ帝国よりも昔の時代から栽培されていたと、される。日本では、 長野県で栽培が試みられている。ペルーやボリビアを中心に、中南米で様々な料理に用いられている。果肉を刻んで、スープに入れたり、ヤホアの材料にしたりする。ファルスを詰めて、ロコトレジェノという肉詰めピーマンに似た料理にすることも、ある。アンデスの料理を代表する味であると言えよう。生のまま用いると、独特の青臭い風味がある。風味に関してだけ言うと、 生のピーマンがそれに近い。ペルーやボリビアでは、市場で生のまま豊富に売られているほか、粉にしたものなども売られている。生のロコトは細かく切り刻んだり、バタンと呼ばれるイシウスですりつぶしたりして使われる。ロコトの綴り方であるが、一般には、ローコットーである。ボリビアとペルーの一部では、ラコットと書くことが多い。マンサのカナリオ、カバジョ、ペロンと呼ぶ地域もある。 ミズーリボータニカルガーデン、キャプシカムプベソンズ・ルイズパブ。トラーピコス、2012年7月2日閲覧。キャプシカム・プベソンズ・ルイズパブ。ジャンプラザム・リソーシズ・インフォーメーション・ネットワーク、アグリカルチュラル・リサーチ・サービス、ユナイテッド・ステーツ・デパートメント・オブ・アグリ、2012年7月2日、閲覧。イップニー、キャプシカム・プベソンズ・ルイズ&パブ。2012年7月2日閲覧。 ロコト唐辛子加工食品開発研究会2012年7月2日閲覧ありがとうございます。